泣くんだよね。ねこれもうすぐご飯の時間だからじゃないですか。ご飯ご飯。お腹空いた。お腹空いたの。そっか。もう下人中って下人中だけじゃダメなんですよ。やっぱりこうみんながくつろいてるところにもオープンにして。そんなことないですよ。うち親たちは用事がないときは自分のハウスに入ってます。それはそこの生活スタイルに合わせて、うん、あそう、うちの子たち大体普段刑事にこの子たちも入ってるんで、うん、ハウスするとおとなしくして、ね、あそう皆さん喜んでます。あらいいじゃない、あらいい子だな、うん、いいじゃないね。だって入らない子だっているわけでしょ。その後のギャラ買い方なんですよ。フリーにしておくと、うん、ああ うちも入れといたから、はい、うん、そうハウスって言ったらハウス、うん、ハウスするようにしとけば、はあ。子供の声がした。うん、うん、子供の声がした。反応しちゃった。うん、うん、どうした。うん、この子は本当に本当に人間が好きだよ、うん、人間が好きだよ、うん、そうなの。逆にでもそういう子だと大変ですよ、泣くから。あ、いなくなったから、そうか。この子は人に依存をするような感じだな、うんうんうん、ベタベタしたい人向けな。ああ、そうか、はい、そうですか。ご飯食べてても人間見つけたらご飯食べないで避けちゃいますから、ね、それみんな兄弟に捉えちゃう、うん、そう誰だか馴染んできたね。なるほどね。でこれもし白って言ったらこれ色が変わってきちゃう、はい、こう耳のところがちょっと濃くなったりとかありますけど、うん、これ真っ白いところが赤くなったりとかはないです。お花も真っ黒なんでね。普通の芝居、白芝って赤かったりするじゃないですか。こっち基礎がしっかり出てるんで、うん、黒ね、お花も黒いまんまだ、うんうんうん、は、あそう、うんうん、今までのね、コギをね、抱っこしようにも抱っこできなかったから、もう18キロ、はい、子犬の手だけですかね、芝居の抱っこしてっていうの。大きくなったらそんなに高さってきたりとかしないんで、逆に横にピタッとついて、あ、はいはい、いるだけで、うんうん、散歩してるのを見ても、うん、こうね、結構賢く散歩して引っ張ってたりもしないしね、こう寄り添うっていうの、ちゃんと人のこと観察してると思います、うん、バカみたいにぜいぜい言うぐらいぐーって引っ張ってたりもないです、うんうんうん、はあ、なるほど。コーギーよりは全然吠えたりなんかもうでも逆にコーギー大丈夫だったら柴犬は全然大丈夫ですよ。あ、そうか、おとなしいです、うん、今見てるとやっぱりこう黒かちゃう、あんまりいないですね、いないですね、いないですね。なるほど。で、あと横に座るかっていうのは1回目からは気になるんで、それは大気に入ってって、あ、そうですか。1回から1ヶ月前に打ってもらえます。なるほど、はい、あのこう何種類かこうあるやつの、じゃなくて、まだちっちゃいんで、あんまり強い薬だとかわいそうなんで、ね、うん、5種類になると、うんうん、でその後は、うん、その環境、人間が出る環境だったら見放しとか禁止とか、うん、散歩するところに入れてもらいたいなんですけど、ネズミが媒介する病気、うんうん、